2週間で5試合。アジアの岡山のゴールデンウィークは過酷な5連戦。勝つ試合みたいです。アジアロー頑張れ。最初の相手は元日本代表稲本選手を擁するインサドーレ札幌。往年の日本代表がみんな集まるのですごい楽しみな試合には思ってます。まあまあチャレンジャーで頑張ってほしいですね。そしてファジアーノは怪我から復帰したこの男が冬季初スタメン。まあ多分初めから出るのが、まあ、僕自身多分去年で怪我してて、まあ、1年ぶりぐらいだったんですけど、まあ、すごい声援で。それもそのはず、シスタは今季3度目の観客1万人を記録。ところが詰めかけたファジアーノサポーターの期待はキックオフ直後から裏切られる。勇者が攻めてくる札幌に対しなすすべない状態。でも立ち上がりの入り方がやっぱちょっと良くなって、まあ、そのまま相手の勢いっていうかそういうのに持ってかれて。それでも耐え続けていましたがついに前半アディショナルタイム。札幌宮澤選手のシュートがネットを突き刺し1対0。嫌な雰囲気で前半を終えます。前からしてしまってちょっと自分たちで、まあ、難しい試合にしてしまったなと思います。前半の終わり方も悪かったし、まあ、そこがちょっと、全体的に響いてしまったかな。嫌な流れは俺が変える。上田選手の鋭い縦パスからファジアーノ得意のカウンター攻撃へ。しかしシュートに持ち込めず、結局この試合放ったシュートはわずか2本、しかも枠の外。どうしたファジアーノ、いいところなく札幌に完敗。1週間前の快勝が嘘のようですが、その理由は周りのサポート助ける、そういうポジショニングの部分で少し、いつもよりはシャープさがなかったかなっていうのが正直なところです。味方を助けるサポートが少なかった理由について選手は、全体的にやっぱボールを受けるのが、まあ、怖くなってしまったのか、相手も体が大きいし強かったりした上でやっぱ一回吹っ飛ばされたりとかするとやっぱり前線の選手はやっぱ周りが見えなくなってしまうのか。嫌な流れを吹き飛ばせ。中2日で行われた水曜日のアウェー水戸ホーリーホック戦、スタメンを7人入れ替えて臨んだファジアーノでしたが、あれれ悪い流れは一向に変わらず、前半20分に水戸に先制を許します。またも前半はいいところなし。後半開始早々、今季2度目のスタメン16番関戸健二選手の果敢なドリブルで PK を獲得。同点のチャンス。しかしゴールキーパーが好セーブ。ファジアーノは温存していたエース押谷勇樹選手を投入。すると試合の流れが変わります。チャンスを作るクロス、隙を見たミドルシュート。次々とチャンスに絡むと今季初出場20番瀬能選手へのこのパスは、流れは変わったもののゴールをこじ開けるには至らず。結局またも前半の低調な試合運びが引いたファジアーノは2試合連続の完封負け。順位は11位に転落。5連戦は残り3試合、今が踏ん張り時です。 CM の後は思い出の2009年をプレイバック、そしてイサキがあの人に迫ります。ホームゲームの時にファジアーノの歴史を振り返るファジアーノミュージアム、今回は何年を振り返るのでしょうか。こちら2009年 J2 参入元年です。今から6年前、岡山初の J リーグクラブが誕生。3月8日の開幕戦は1万525人が興奮しました。この年新入団した選手の写真です。田所選手、沢口選手に上田龍二郎選手もいますね。みんな若い。たくさん写真があるのはこれ
8月5日の東京ヴェルディ戦3対2で勝利。いや、やっぱり2009年といえばこの試合は忘れられませんね。前半2点をリードされたファジアーノ岡山、反撃ののろしは後半26分から青木浩太選手のゴール、さらに檜山康平選手のゴールで同点に追いつきます。ボールボーイしてて檜山選手の2点目のショットが後ろで見てて、それでもう完全にハマってしまう。そして試合終了間際、須坂和成選手のヘディングゴールでついに逆転。名門ヴェルディ相手に J2 初の逆転勝利を収めました。甲府で活躍してる須坂選手とかいたら、この頃もすごい選手いるんだなと思ってびっくりしました、はい。しかしこの年は結局最下位でシーズンも終了。 J2 の厳しさを知った1年でもありました。ミサッキーの聞いてきたもん、皆さんからいただいた質問に選手の皆さんに代わってミサッキーが聞いてきました。今週は岩政大輝選手への質問です。スタジアムでは試合前に緊張しますか？こちら、とても緊張しますという回答でした。とっても意外ですよね。何回試合に出ててもドキドキするもんなんですね。岡山で食べた美味しいものは何ですか？香川が近いせいかうどんが美味しかったということです。好きな食べ物は何ですか？食べられるものは何でも好きだそうです。ワイルドですね。休日は何をして過ごしていますか？娘と遊んで過ごしています。最近一番嬉しかったこと、娘さんに会えたことです。休みにしか会えないのでということです。ご家族が大好きな岩本選手、なんだか少しプライベートな一面が見れて美咲も嬉しいです。これからも岩本選手応援しています。5月はファジアーノ岡山の切り替えキャップを5人にプレゼントします。